はい、こんにちは。今回ですね、ベルト交換、まあ、エアコンのベルトと、あとはオルタネーター発電機のベルトと、あとパワステ、これパワステポンプなんで、それのベルト、この3本をね交換していこうと思います。はい、じゃあベルトを見ていきますね。これ3本かかってるんですよね。これまずこれか。これはここにエアコンのコンプレッサーがあるんで、エアコンのベルトで、このベルトは、これがオルタネーター発電機なんで、それのベルト。もう一個ね、この上にね、これパワステのね、ポンプのねベルト、そのね3つを外していこうと思います。でまずこのねエアコンのベルトを外すんですけど、基本的にだいたい構造一緒なんですよ。ここにエアコンのボルトが刺さってて、これを支点にここにもボルトがあるんですよね。これを緩めて、エアコンのコンプレッサーがこう動くんですよね。それによってベルトが外せるんですよね。でその理論でいくと、これ発電機オルタネーター、あ、ここにね1個ボルトがあるんですよね。これを支点に下を緩めて、ここを緩めていくとオルタネーターがこう動くんですよ。こうならベルトが外せるっていう。でパワーステもまあ一緒だと思いますけど、なんだあのパワーステは、なんか支点のアジャスターあるかなくない？ちょっとあと上から見てみようかな。まあとりあえず、エアコンのコンプレッサー側のベルトとオルタネーター側のベルト、まあ、これの取り外しは大体イメージできたんで、ちょっとパワーステは何だろうな、あれなんか調整のやつがないっぽいな。まあちょっと調べます。じゃあとりあえず、まあエアコンのねコンプレッサー側の、まあ、このベルトから外していきましょうか。でここを緩めると、このコンプレッサーがこう動くわけです。こうやってね。でこれを動かすことによってこのベルトが外せるという。オルタネーターここにボルトが14かな14があるんで、まあこいつを緩めて、であとは上っすね。上も14。上を緩めて、で上はここにねアジャスターボルトがあるんで、これを緩めていくことによって外せるんで、こいつを緩めていきますね。でこいつを緩めるとこのオルタネーターが動くんですよ。こうやってね。でね、こうするとこれがね外れるわけですよ。で謎なのがこのパワーステ、全然なんか調整用がないですけどね。どういう構造これ？あー、あるわ。めっちゃ見づらいところにありますね。裏側にありますね、これ。っていうことは、上にボルトがあって支点、そこの支点を緩めて下のアジャスターを緩めれば縮むと。ちょっと一回下げましょう。ここにパワステのオイルが入ってますね。でオイルのホースがこういって、ここにポンプがあって、まあ、ここの14が支点でしょうね。緩めていきましょう。12。もしかするとパワステは全部上からできるかもしれないですね。これを外せば裏からいけそうな。
そうなんだよな、これ緩められたところで、でも結局これ新品つけたら調整しないといけないんですよ。ベルトをピンって貼る方向にしないといけないんで、このパワーステポンプをグッと押さえながらボルトを締めるっていう作業をしないといけないんで、うん、下からだと多分うまく貼れないのかな。とりあえずちょっと外していきます。ここら辺これを外して、まあどう視界が変わるかちょっと見ていきます。ああ全然だいぶ違うですね。パワステは上からっぽいっすね。緩めるとパワステポンプ、わかります？動くんですよね。でベルトが外せると、はい、こんな感じで。さあ問題はこいつをどうやって調整するか。まあ調整も上からがしやすいっすねとか言ったっすけど、下からっすね、これ下からの方がやりやすいと思う。見えるかな。今ねここに棒を刺してるんですけど、これ動くの分かります？これそう、これをこっちにちょっとグッとしながらボルトを締めるみたいな作業をしないといけないんで、ちょっとなかなかピンポイントで撮影しながら止めるっていうのが難しいんで、ちょっとこの画角で申し訳ないですけど、よいしょ、左手で上げながら締める。パワステとエアコンのコンプレッサーはちょっとこうやってねこねながら締めながらしないといけないですね。これ全然下から全部入れました。エアクリーナーとかダクトとか外さなくてよかったですわ。思いっきり全部下からできる案件でしたわ。いやまあ初見なんでね、初見なんてこんなもんすよ。ああこっちじゃない、これでいけるんじゃないとか言いながら、あ違うやんとかね、その繰り返しですよ。でオルタネーターは簡単ですね。ここにあるアジャスターのボルトを締め込んでいく。こういう電動ツールは全然使っていいんですけど、ただ最後ここのベルトの張りの調整とかは最後手締めの方がいいですね。そうですね、ここら辺の最後どのくらいベルトを張るかっていうのは最後は自分の手の感覚。そう、電動だとウィーンってもう結構締まりすぎちゃったりとかするんで、ある程度のラインまで早回し工具で締めるのはいいんですけど、最後はやっぱりね自分の感覚っていうかそういうのを大事にした方がいいですね。こうね締めると、で上とパワーステとオルタネーター終わりですね。であとはこのエアコンの方ですね。こいつの調整になるんですけど、
こんな感じで貼るんですよ。で本当に今こういう棒で、まあ、テコの原理でねグッてしましたけど、ここやっぱりコンプレッサーだったりとかエンジンとかね当たるんで、あまりにも力を入れすぎちゃうとそういう部品に負担がかかっちゃうんで、そこのさじ加減はねもうなんか経験っていうかね、もうそうなんですよ。とりあえずこれでベルトは OK ですね。でちょっとね最後余計なもの外しちゃったんで組んでいきましょう。ではね、エンジンかけましょう。OK ですね。で一応最後回した後、まあ、ベルトのね張りとかを最終チェックしておしまいですね。はい、ということでね今回ベルト3本交換しましたけど、今の時代はベルト3本とかないです。もう1本で全部つながってたりとかするんですけど、まあまあゴムのねベルトってやっぱ劣化するんで、今の時代でも昔でも一緒ですけど定期的な交換が必要になりますんで、よかったら皆さんもね点検とかねしていってもらえればと思います。ということでまた近いうち動画上げていくんで、よかったらチャンネル登録と高評価あとコメントですねよろしくお願いします。バイバイ。